東京駅からおはようございます。気持ちのいい朝ですね。冬の朝5時ですよ。外真っ暗だしクソ寒いですよ。前の飯田線動画でお姉ちゃんがホームシックで辛いって言ってたから、今日は18マップで大阪行くよ。一言も言ってません。よし頑張るぞ。本当の意味でシックになりそう。助けて。人っ子わずかにしかいない東京駅で、まず乗るのは東海道線沼津行き。5時20分の門に乗るんやな。早速 JR 東海管内まで行けそうや。行けそうじゃねえ。行くんだよ。旅動画から急に熱血予備校のムードになった。5回目のハンコを押してもろて、っていうか東京駅に来るまでに押してもらってるけど、まずは第一走者沼津行き。せっかくボックス席があるんやから普通車安定やな。でも宮山車なので硬い。なんとは言わないけど、お姉ちゃんのあれくらい硬い。抽象的なけなし方やめてくれ。東海道線の東京から神戸までは 589.5km。 大阪まで乗るとそのうち約 95% を乗り潰すことになる。片道 500km の旅、一体何秒かかるかな。秒。サンライズ不在の田町の車両センターでは、列車が眠たい体を起こして準備しとった。社畜子は近寄らんとこ。朝4時にうちを叩き起こす妹子は近寄らんとこ。品川発車メロディーで鉄道唱歌が流れる駅、仮開業まで含めた東海道線の歴史はこの駅から始まったな。この電車より前に品川始発の列車が2本存在するけど、ある程度西に行く場合、これより早い便に乗っても色々意味ないよ。ダイヤ的に差がなくなる感じやな。そうそう、フルコーラスめでてえ。記念にゆかりさんの家を爆破しよう。なんでそうなるんですか。高度経済成長時代にはその汚染で死の川とまで呼ばれてしまった。多摩川を越えるよ。からの神奈川県エリアな。まだ朝5時半だけど、ボックスシートの乗客は多めで、18キッパーの同業者の雰囲気を面構えの違いからなんとなく感じる。18キッパーの朝は早いんやな。いや、横浜とかでも相当乗ってきたみたいで、東海道線沿線民の朝は早いと言うべきか。これは戸塚でも相当乗ってきそう。乗降客は10万クラスだし、戸塚はもちろん大船でもガシガシ乗ってきて、ボックス車両は満員御礼になったで。今6時15分茅ヶ崎なんだけど、反対方面の列車はなかなかの混雑。ちょっとお姉ちゃん、東京一極集中解決してきて。お使いのノリで人口問題を任せるな。さて、日本初の近代水道を引くのに使ったとかいう相模川を渡って平塚市へ。おサンライズじゃん。ひいずる国日本葵、帰って寝よう。まだそれなりに混んでる中、交通駅到着。発車メロディーはみかんの花咲く丘で、2022年5月からの導入や、とある作曲家が伊東行き列車から見えた高津近辺のみかん畑にインスピレーションを受けて作った曲らしいで、宇佐美、伊東ですでに使われてはいるけどね。向こうでは東海道線の地位どころか伏線まで剥奪された御殿場線の車両が静岡に向け出発。 JR 東海の車両やけど、211系がここに来てると昔懐かし JRE 初期の東海道線を思い出すな。あの静岡行きが先に出たけど、勾配と線形がネックが御殿場線経由なばかりに、私たちが今乗ってる列車より35分も遅れて静岡に着くらしい。いや、かわいそうに。さまねえだな。態度が不安定すぎる。大和かけるのみことが願掛けで川に水を注いだら、川がしばらく酒臭くなったのが名の由来とかいう酒場川を渡って小田原市へ。かろうじてやけど、こっからでも箱根の山の間から富士山が見えるで。お猿の籠屋という小田原提灯コーラスのメロディーが有名な小田原、言い回しと開業が確信犯。小田原では箱根越えに重宝した提灯や物持ちの良い食料だったかまぼこに加えて、梅も旅人にとっては小田原名物で、東海道中膝栗毛にも小田原の梅の描写があるで。この周辺は駅も景色も綺麗だから、それをカメラに収めたかったけど、混雑の都合上断念。3年ああ無念。ほんで熱海尾崎紅葉の金色夜叉のおかげで一躍栄えた温泉街。ファストフードの介入などほとんど許さぬ熱海駅前だけど、関東の植民地らしく都会人にコピー売ってるのか、マックだけは存在する。 JR 東日本管内で幅を利かせるベックスコーヒーも、東海道方面ではここが東端。こっから JR 東海、そして鬼のように長い静岡地区、汗水垂らして開通させた丹那トンネルの動画素材を取り忘れる失態。まあいいや、この動画で解説してるから各地見といて。解説がめちゃくちゃ投げやりになってる。丹那牛乳とかが名高い酪農の地、神奈美を出発。お次は三島。まだ首都圏の犬みたいなエリア。で、次で乗り換えまーす。次の乗り換え先が三島発やから、なるべく始発で座っときたいって理由やな。そうそう。でも、
今見る限り10両ですがきついのに、次の乗り換え先に乗客が収まるか、これは、大垣ダッシュならぬ、三島ダッシュの予感やな。と、三島到着。伊豆箱根鉄道駿府線に乗り換えられる。没には疾走回帰やな。5両か、3両じゃないだけよかったけど、これから通勤時間帯。あと、前の2両はボックス席らしい。本来ならありがたいんだけど、ここでのボックス席は、座れなかったらお姉ちゃんが代わりに椅子になって、静岡大陸を前にして無茶言うな。静岡がお茶の生産地なだけに無茶ってか。がははははこれは、茶茶を入れる隙を作ったうちが悪いな。通路側の席に、なんとかありつけた。よかったねお姉ちゃん。代わりにテーブルになっといて、うちは、人間の体を保ったまま、静岡を越えたいんやけど。こんな二次元の画面上にいる時点で、私たちは人間なんかじゃないよ。せめて、動画の世界観は守れ。沼津到着。首都圏民等の趣味思考と有料分に侵略された、駿河湾の聖地。あれ、窓側、さっき、老夫婦の方々が、いいビデオカメラ持ってんね、と言ってくださって、席を交換する形で、窓側を譲ってもらえてしまった。優しい方やったな。ありがとうございます、ほんま。100% 私の日頃の行いのおかげでね、謙虚という言葉、葵の辞書には載ってないんか。足高山の脇から富士山が見えてるように、日本一の人間は、常に注目される存在だから、日本一深い湾、駿河湾で頭冷やすことをおすすめするで。学南電車のホームが見えてきた。何か車両はいるかな？おったおった。7000型。しかも2編成。学南電車も、立派な通勤手段として使われているようで、乗り換えて二酸化炭素吐き出し群に向かう方が、それなりに多いように見えた。ちなみに、静岡近辺の朝ダッシュはちょっとすごいけど、富士周辺は結構バランスよく乗ったり降りたりするから、程よい込み方してるって感じやったで。地元の方でも、もう19以来は電車から車での通勤に変えたって方がいらっしゃったから、まだ、その影響は引きずってると思うけどな。さった峠、かもしれない場所を通っとるで、歌川広重や、数々の旅人に愛された地。列車で越えても、ちょっと感動。反対側には313系の8000番台っていう、快適転換クロスシート列車が見えたな。は？私あいつのデビューから15回くらい静岡地区の列車乗ってるのに、8000番台一生当たんないんだけど、切れそう。純粋な感動はいずこへ。静岡貨物駅で静鉄とクロスするから、それ見て落ち着け。8時台は、20本の列車が行き交う静鉄やし、きっとなんか見えるで。明日の晩は、ストゼロ茶漬けにでもすっかな。ごめん、葵。マジで8000番台、よくすれ違うんだけど、6編成しかいないはずなのに、もう体感4回ぐらいはすれ違ったんだけど、私嫌われてる。乗り継ぎに期待やで、期待。静岡到着。なんか左に偏ってる。キャッキャ。いろいろ危ないから喜ぶな。211系との連結車やから、左爪はしゃあないで。さて、乗り継ぎ先は、211系と、後ろに313系ロングがくっついてる感じか。6両に増えたし、通勤ラッシュ地帯も抜けたから、ちょっと空いてそう。まあ立ってるけど。はははは。新幹線トレーンの乗り換えだからと、調子乗りやがって。お前には、先週18切符じゃ乗れねえから。下の新幹線来たのに、先週なんてねえんだ。静岡おでんの出し衣装に、心が広い。でも新幹線は好きなんやろ。当たり前だな。新幹線大好き。手のひらくるくる、るくるやん。列車は藤枝に到着。奥に、レンガ作りの倉庫があるけど。あれは、東海道線開業時からの湯湖らしい。木造の客車に使うための軽油ランプが収納されていたとかなんだとか。レンガの積み方は、外観が綺麗なフランドル積みやけど、耐震性は微妙。後イギリス積みが広まったから、フランドル積みのそれは、とっても貴重。東京駅より歴史は古いけど、片隅にあるせいで存在感が薄いのはかわいそうやな。移行の世界は、年功序列なんかじゃなく、普通に、実績やら立地やらの世界、なんて言ってる間に、コスミコされぬと生きていた大井川を余裕しゃくしゃくで越えて、菊川とか、そのあたりを走行中、遠くには、小笠茶山地という茶文字が見えてきた。静岡地区が退屈でしゃあないと踏んずり返る、ベテラン18キッパーの方々への素敵なサプライズ、じゃあないとは思うけど、実際、景色はいい上で奥深いから、つるめな区間ではあるんよ。静岡地区、みんなも5分で78往復しよう。平然と時空をぶっ壊そうとするな。掛川出てすぐ C58 機関車の49号機を見つけたで、あれ、太平洋戦争で陸軍に提供予定で改装までされたけど、結局強縮はされず、三好とかビンゴとかで転職を繰り返し、廃車後ここに来たらしい。なんとなくたくましさを感じるなら感想が立つ。ごめんと会い。次の乗り換えの都合上、トイレを済ませておくべく313系に移動してきた。でもトイレは空いてなかった。残念。せっかくお姉ちゃんの性癖が、すっとろなのに、うちがドン引きされるような嘘を平然とつくな。浜松到着。
乗り継ぎ先は新快速の大垣行き。一気に岐阜の西側まで行ける。絶対座席は確保。さもなくば死ダメでした。いや、まず着いた時点で座席結構埋まってたから。車両デザインは40年変わってないのに、高架の12分間隔と、いやに都会の赤点に見送られ、やらないか精神とかほざいて都会に出る人が多いのか、人口が80万切った浜松を出ると座れないと思ったら、米の老夫婦の方々がまた窓側の座席を譲ってくださりました。仏みたいだ。お姉ちゃんと違ってさらっと打ちをけなすな。人類と違って攻撃対象を広げるな。名古屋地区にも入れば、さすがの改装18切符鈍行旅はいいぞと言いながら、新快速はいいぞと言い出す。甚だしい二重人格はさておき、時速 120km の安定した走りは豊橋以前を行く者の特権。名古屋の新快速は安定した走りっぷりが魅力だね。名古屋の車とは違って、その魅力を伝えたかったんやけど、旅人同士で会話が盛り上がり、ほとんど動画素材を撮ってないで、大垣夜行の話を聞いて、時代は変われど、旅人魂は、今も昔も共通だなぁと。JR との競合ばかり考えてるせいか、車体がイカれるゆでだこみたいな色してる名鉄と並び、関東に強い戦後を持ってるのか、車体も帯色も、関東中華の中央線31の系と並走、帯は空前やけど、好都合な再開発にかまけて、多様性の排除を推し進める200万都市、名古屋を出発、東京を出発してからここで約6時間、まだまだ行ける、三輪島で、東に逸れていく、だからの持ち腐れ路線の線路に分かれうちに、東海道線側はそのまま北西へ。昔は、基地、外の海田とかいう木曽川を渡り、山手岐阜県に、木曽川は、長良川、揖斐川と並ぶ木曽三線の一つだけど、この木曽三線が、今いる濃尾平野を作り上げたとか、もともと、この一帯は海だったけど、川が土砂を運んで土地を作った。平野の土は養分が多めで、農業には適していた。でも、川に挟まれていたから、自然が形成したネズミ捕りだと言わんばかりに、洪水まみれだったらしいで、人間とネズミの DNA って 99% 同じって聞くし、トラップに気づかないのも仕方ないね。さて、岐阜を出て、順調に、長良川、それから揖斐川を渡っていく。ここまで来れば、大垣も近い。大垣の由来も、やっぱり、洪水から集落を守り、バカデカ垣を築いたのが由来らしいで、力こそパワーのノリで行われた治水工事の歴史を後に。大垣に到着。メス垣の隊員を大規模じゃないです。さて、18切符旅で問題なのは、ご飯を、どこでどう調達するかってところ。ちょうど、大垣で20分くらい待つから、この間に、駅近くの店でたこ焼きでも調達。したくて、ラムー併設の100円たこ焼き屋、タクタクに来たんやけど、20分待ちって言われてもうた。今回は断念。また、大垣を訪れた時にでも行くことにするで、その時はクタクパも同時にたこ焼きとたこ殴りを同時に食らおうとすな。今回の食料調達は、駅中のベルマートでしてきたで、お次は前原行き。いよいよ、関ヶ原越えと呼ばれる区間に向けて、腹が減っては戦はできぬってことで、難所を越えていこう。いざ、30分に1本の本州近商エリアへ。ちなみに、本数が少ない上、接続もばらつきがあるから、品川4時35分の初電で出た場合、大垣で25分の待ちぼうけを食らうので、結果的に5時10分品川発の便と同じ列車に乗ることになるで、同じことは前原でも起こるけど、それはそこに着いた時にでも。で、樽井駅の北側には、いびつな線路が敷かれているんだけど、これは下り優等列車の迂回用のルートで、新樽井線と呼ばれているそう。というのも、樽井周辺は勾配がきつかった。やから、普通列車含む下り列車向けに、勾配が緩い迂回ルートを作った。1944年に敷かれたこの線路は、戦中の輸送力増強も、敷設の理由の一つ。でも、下り列車がここを通り続けると、樽井駅が上り列車専用になって不便。やから、迂回ルートにも、新樽井駅って駅を設けた。んやけど、樽井駅と 3km 離れていて不便やった。乗車人員の少なさも、相まって、新樽井駅は1986年に廃止されたけど、速達性が必要な特急や貨物列車だけは、今も、このルートを通るらしい。線路にしても界隈にしても、住み分け、大事。関ヶ原を出てすぐ、この辺りが、徳川が戦った地と思われるで、天からけめの戦乱、お股の割れ目は陰乱、青い。すでに滋賀に入って、大海長岡。実は、東海道線のこの近辺は新鮮で、開業当初は、関ヶ原から北にそれ、前原じゃなくて長浜に接続していたんだけど、これまた勾配がきついという理由で、新鮮に付け替えられたらしい。天黒だけど、線形のせいで速度が出ない、体感ややきつい区間を35分乗ると前原、乗り換え時間4分のところ、この列車は4分遅れているらしい、マジシャンですら腰を抜かすような、
乗り換えトリックを決めなくてはならない。さあ、葵、走らん程度に急ぐんやで。オッケーで、ちょっと待って、何で自販機で何か買おうとしてるんすか。生茶ならさっき買うたやろ。ちょっと私コーヒーないとやってけないから。さっき買えばよかったのに、ちょっとカフェイン中毒者は黙ってて、ちょっとカフェイン中毒者は黙ってさっさと乗れ。座れなかったから大パンしていい。ダメです。台車をパンってやることなんだけど、絵面が想像できないししたくないので、猛烈にダメです。しかし、アナウンスの音量が頼りない。品川5時10分制が、足止めをここで食らっていたからか、ボックス席しか空いてなかった。新快速毎時1本はきつい。けど、妥当。でも座れるだけありがたいで。そして早い。何が関ヶ原のおじゃボケ、俺が天下だと言わんばかり。モーター音もやばい。ドラゴンの胃袋が本気出して消化したら、こんな音出そうだよね。せやな。JR 東海の新快速が安定の快走だとしたら、こっちは優越の爆走と言うべきか、意図的に字幕をかぶせられている気がする。フォーミングする必要性はなくない。初の時速 130km 区間というだけあってテンション上がるね。葵、うちのこと嫌いなの。なんやかんやあったけど、大阪まではあと少し。勝手にでっち上げられた漁港のせいで朝4時に叩き起こされて普通に眠いんやけど、お姉ちゃんも大阪行けば豹変するでしょ。せめて興奮するって言ってほしかった。え、発情する。葵とオチの辞書の間に漠然と巨大な隔たりがある気がする。大津を発射して、お次は山科。いよいよ京都府入り、滋賀と京都、近江と山城の間にある古代の関所。大阪の関をここで越えることになるけど、適当に乗ってれば普通に越えられるから、別に、大した難所じゃないな。うん、って言ってるうちにも、古生船と合流して、京都府入りしたし。そうだ、京都行こう。とかビジレイクをつらつら並べておきながら、実際に行くと、ブブ漬けでもどうどす。とかのたまい旅人を追い出す町、京都に接近。旅行的にはここで降りてもええんやけど、どうせあと30分乗れば大阪やから、ここから発揮される新快速の本領を見つつ、せっせこ目的地にたどり着くで。かつて湖だった亀岡盆地を魔改装して、ここ京都盆地に水を引いたとかいう歴史がある桂川へ。とか、この桂川は大阪県境のあたりで淀川と合流するから、いよいよ地理的にもゴールが見えてきた。大阪までの残りの停車駅だって、高槻、新大阪と大阪だけだけど、京都から新大阪だけで見ると、39km 23分で走るから、爆裂に速い。この区間に限れば、標定速度は時速 100km 超えやで。向こう思想社長には、草津線を走る国鉄型車両のレジェンドがお目見え。その車両に敬意を表して、お姉ちゃんも草津線カラーになってみない。こんな感じで妹が茜要素を奪ってこようとしてくる。大阪と京都の中間にある市だからという理由で、市章が2時の組み合わせになってるエピゴーネンタウン、高槻に到着。引き続き飛ばしていくと、着いた総合車両所も見えてきたで、佐賀のトロッコ列車に 201K と、関西のスターたちに見送られたところで、東海道線より、歴史が90年も浅いくせして、弾丸列車を毎日12発打ち乱す新大阪駅、この次がいよいよ大阪やから、ゴールが見えてきたな。大阪言うたら色々あるけど、どのあたり巡る？大阪城に、通天閣、道頓堀、一日じゃ回りきれへんよな。楽しみ。あ、大阪の滞在時間は言ってなかったけど、タイムリミットは80分だよ。面白いですね。9時間かけて80分滞在ですか。違うよ。プロも含めたら18時間だよ。もう一回砕け散ってええか。さてさて、東京から8時間53分、556.4km かけて、大阪に着いたわけだけど、滞在時間は短くても、大阪駅から、地下鉄ですぐの道頓堀くらいなら行けそう。でも、観光言うたら他にも。うわ、豹変して興奮してる。止まるのは、左か右か論争で、両側鼻かん無視される世界。まさておき、大阪、梅田駅前、梅田はめちゃくちゃ迷うからな。地下鉄乗るだけで80分かかったりして。どうして、私を方向音痴扱いした罰重いのよ。罰が、ターミナルでの乗り換えの原則って、こういう表示を見ながら、その通りに進む。それしかないから、スマホ見てると、かえって迷うのよ。で、四つ橋線に乗るんやろ？そうそう。それにしても、クラシックな雰囲気、民営化されたばかりとはいえ、なんとなく、英断地下鉄の雰囲気を感じるな。別に JR で行ってもよかったんだろうけど、ちょっと遠回りになって、時間が危ういから、ね、大阪環状線と大和路線を乗り継ぐと、片道25分はかかるから、ちょっとリスキーやったな。難波だけにステーションナンバー難波駅に着いたね。ここからは、どの出口から出るかを頭に入れて歩こう。もろ書かれてんじゃん。14番って、余裕か？あとはもう従うだけだ。
楽勝すぎるな。は？ナンバーウォーク入ったら表示消えたんだな。完膚なきまでに美しい即落ち2コマ。最後に見た表示を信用するしかない。あ、よかった。私天才で眠れている間にも時間が進むで。あとは、震災橋筋手前の殺到を、どうにかこうにかくぐり抜けて、すごい国旗。ついに来ました。ローテーブル、道頓堀です。安井道尊という、ブルジョワ町人が、金を何ばか使って開拓した、この道頓堀。命を見かけをささげすることもあるから、身を抜く天使とも言わないけど、その方は山形やね。やはり人形勝利を見に来た人向けの簡単な鍵みたいなのも立ち上がったし、人形勝利に倒さずとも、お姉さんはもう時間だから黙っていたシャツが。ほら、グリコのゴールインマークに、何か、最後に一文字言ってあげて、よし決めた。お本、まかい一文字ありがとう。泣きながら飛び込みたい、道頓堀に。さっきとは違う、御堂筋線で帰ることにしてみよう。新大阪まで乗ってもいいんだけど、大阪駅に接続する梅田まで。そういや大阪発の地下鉄って、御堂筋線の梅田と心斎橋の間の 3.1km だったらしいね。リビングとキッチンが 550km 離れている天下計画だけど、商工業都市としての役割は、江戸時代の戦前も大きくて、中でも第一次世界大戦での発展で、路面電車とバスまみれだった大阪に、地下鉄が求められたらしい。今現在では、130km 近い路線網と約23駅を武器に、大阪メトロは頑張っとるから、葵、帰らずに大阪メトロ乗り潰しでも梅田に着いたんだけど、前原駅新快速の発車まで、あと20分くらいある。列車を待つまでに何かしら食べたいもの、と思っていたら、なんか、良さげな立ち食いそば屋さんを発見。時間帯的にはおやつだけど、入っちゃえ。年明けうどんなるものが売られていたから、ちょっと食べてみる。実際食べてみると、甘めの天ぷらともちもちの麺と、風味のあるおにぎりが身に染みたで。よく考えたら、大阪名物って、ケツネうどんだよなぁと思ったけど、いいか、大阪キツネうどんの初音ミク、ケツネにお腹も満たされたことだし、15時30分の前原方面の列車に乗ろう。こっからは、取り損ねた素材を回収しつつ、まったり旅実況してく感じで。せっかくだから地名の話。かつて、この近辺は、大阪ではなく大阪という地名だった。蓮如が本願寺を建てたくらいの時期、縁起を良くするためか、大阪に干渉したらしいで。でかいイコールすごいという小学生並みの思考回路なのはともかくとして、明治時代には、同じに坂の字になるけど、これまた、坂には、月に変えるという意味があり、縁起が悪いという、方向寺の鐘に、イチャモンつけた家康もドン引くレベルの理論をかまして、大阪になったそう。いくら縁起が良くなろうが、大阪は、二番手以下の都市であり続ける。って言うと、関西人の反感を買いそうなので、買いそうの範囲に留めておこうね。高槻まで来ても、転換クロスは好かなかったけど、折りたたみ椅子は使えそうなくらいすいたで、いにしえの E4K とか、京急の補助椅子に合ったタイプの座席だね。まあ、ないよりはマジって程度やな。角に期待したらあかんやつ。でも、体感 E4K のそれよりはマシ。座る部分に、ちょうどいいくぼみがあるから、1編成の座席数も速度も2倍違うのに、鈍速収容新幹線の座席の快適性が1倍未満とはこれいかに。京都手前まで来たで、あまたのコンテナ立ち並ぶ、京都貨物駅のすぐ先には、7年前にオープンしたばかりの京都鉄道博物館が見えてきた。途中下車はできずとも、あの引き込み線に何かいるかな、拝めるかな、あるウエストエクスプレス銀河では、ああマジでいる。魅力的な地域を星に見立てて命名されたけど、星すなわち燃え尽きる運命にある。そんな過疎化エリアを結ぶ、長距離観光列車くらいこと言わない。明るいよ。星だけに心が歪んどる、ブラックゴール並み。あ、瀬田川を渡ってると、琵琶湖が見えてきた。東海道線は、京都駅で、京都線という愛称を終えて、そこから琵琶湖線だけど、少なくとも、前原までは、頑張ろうと思えば見えるけど、くらいにしか見えへんな。ちょうどボックス席が空いたから、ケツに響くアナログ電気椅子を立って、こちらに移動。ミニテーブルまで備わっているのが、旅情ポイントやな。そして、江戸時代には、東海道と中山道が交流した由緒ある地、草津に到着。それからしばらく寝てたら、彦根手前ぐらいまで来てた。いかにも強そうな兜をかぶってるのに、そこ以外、ほぼ全裸の招き猫ゆるキャラがいるし。しかし、これ寝過ごしてたら、福井県まで搬送されるところやったな。危ない。前原まで戻ってきた。乗り換え時間はたった6分だから、ちょっちょと行こう。次の乗り換えで、近畿地方終わりですか。お次に乗るのが新快速。長距離列車は、本来なら喜ばしいことなんだけど、そろそろ、帰宅ラッシュの時間帯に入るから、座れないと相当きついかも。ここは意地でも座りたい。階段から遠い号車ならワンチャン、座席確保失敗。豊橋まで2時間立ちっぱ。チンポ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 。青い。さっき少し寝たから、多少体力は回復してるけど、笑顔で下ネタを連呼する葵を、
回復したとオチはみなしたくない。2時間の長丁場を座れないのは。あ、やったやった、俺の勝ち。よかったな葵。なんで負けたか、明日までに考えるよ。試合に勝ってても勝負に負けとるっていうか、ここでの負けって何。大垣で大量乗車してきたあたり、ここから通勤圏内かな。ハマグリの二見に分かれ行く飽きぞで、松尾芭蕉が奥の細道大江たち飛行分の締めの地だけど、お姉ちゃんの旅飛行はまだ続くからね。勝手にうちのことを狂人扱いせんでくれ。岐阜や名古屋まで来るとその乗客は凄まじくって、名鉄もちょっと JR との距離感がバグり始めたのか、 JR 利用客からしか見えないレベルのバカデカ広告を売っとる。名鉄のってちゃっかりしっかり言ってるの面白い。国鉄に見捨てられ顔だけは真っ青だけど、実際は黒地なので、ウハウハな愛知環状鉄道線ガオル岡崎駅、目に見えて乗客が減ったから名古屋通勤圏の人口はここがピークかもな。協定上で知られる蒲郡を出発、たくさんの銭とマイナスのプライドをかけし者が集う地、次は豊橋で、ついに新快速ゾーンは終わり。豊橋到着。ちょっとお腹空いてきたから駅構内の蕎麦屋で何か食べたかったけど、乗り換え時間が5分もないのでとっとと乗り継ごう。あっ、その前に飲み切ったペットボトルを捨てるよ。えらい。そしてトイレ付き車両に当たるかどうかわかんないゾーンに入るけど、とりあえずコーヒー買うよ。なんで、人生は冒険や。でも社会的に死んだらあかん。お次は浜松行き。展開クロスはいっぱいっぽい。豊橋名物はちくわだけど、琴ノ葉茜名物はちくわ。息に取りそびれた浜名湖を取っとるで、夜って暗いのにお役所仕事か。こっちにも手がある。スマート UX の広告を盾に、ようわからん喧嘩を売るな。浜松。ああ、途中下車したい。思い入れのある地だし。私の方が 1.03 倍可愛い。あまり言っちゃダメなセリフだし、言ったなら言ったで倍率振り切れ。8分の乗り換え待ちやけど、自称亭は営業時間外。代わりと言ってはなんだけど、同じ自称亭の売ってる鬼弁を買ってみたよ。ベルマートキオスクのやっててよかった。後で食べることにするね。お次は静岡駅。帰ってきたロングシート大陸や。座れるのではという一縷の望みも虚しく、泊まりたいというわずかな欲望も抑えつつ、ちょっとテンションがわからなくなってる状態だけど、浜松を出発。最後まで座れないのではと危惧していたんだけど、豊田町、岩田で、コンスタントに乗客を降ろしていって、金谷を出る頃には、角の席に座れた。金谷まで来ると、乗客の変動はもう少なくなっとるけどな。嬉しいので、お絵描きをしています。青い、寒い、眠い、お腹すいた、寝たい、チンチン、泣きたい。はい、静岡に到着。トイレありの安心感。お次は、ここに来てトイレなし編成。心を落ち着かせるべく、ここで鬼弁召喚。お弁当みたいなおにぎりで、2022年6月に販売されたばかりらしい。お値段330円なんやけど、生姜との調和が最高で、文句ない味やったで。でも、手はほぼ確実に汚れるから、端があると安心やで。コーヒーで水分補給もしたし、乗っていこう。その水分、出るで。静岡市の葵区に位置するんだから、私が観光大使を務めるべき地、静岡を出発。列車に乗りながら図に乗っとる。東海道線のここは、静鉄とすれ違うのが楽しみなんやけど、いつもは8分間隔くらいなのが、夜は15分間隔になってるから、今回はすれ違うこともかなわず、しゃあない。こうなったらストゼロラーメンを、自暴系ラーメンを食らおうとすな。飲食店が撤退した、ゆいパーキングエリアの近辺を早速と通過中。シャッタ峠に当たる場所やけど、こっからじゃ、東名高速道路しか見えへん。夜中ともなると、歴史的に云々っていうより、湾岸ミッドナイト感の方が溢れてる。吉原の工業地帯を取り忘れたけど、三島に到着。ところで、三島の上り列車の終点は早くって、これに乗れないと、静岡県に幽閉される羽目になるところだった。やから豊橋しかり浜松しかり、乗り換えを急いだんだな。そうそう。なんて言ってるうちに熱海、スキーヤー御用達の某リゾート地とは違う、衰退を意外と免れた地。JR 東日本エリアに戻ってきたから、なんとなく安心感。でも、温泉と越に行っている、暇なさない。次、品川駅。終わりが見えてきたね。ちなみに、品川駅の最終だから、これを逃すと、都内に戻ってこれなくなるよ。あ、計画的に飲んでたので、トイレは全然平気でした。これからガブ飲みします。睡眠計画の方が破綻しそう。藤沢駅では、戦後の東海道線を担った、80系車両を模したニューデイズがお出迎え、長距離運用を担った存在だけど、今や藤沢駅で微動だにしない。でも、旅人のみならず、老若男女の心を支える役割はバッチし、って言ってる間に横浜に、車内ムードはここまでぐったりしてたけど、
騎兵など知らないかのように遊び尽くした若者が、横浜でたらふく乗ってきた。酒に溺れたか、性欲に溺れたかは知らないけど、みんなテンション高い。時刻が、深夜0時を回ったな。本来なら18切符は、0時を過ぎて最初の停車駅まで有効ってことになってるけど、東京近辺と大阪近辺だけは終電まで使えるので、まだまだ乗り継いでいこう。ちなみに、乗車が翌日にまたがる場合と限定しているから、一度改札を出たら、その日付の分は無効になると思うよ。泊まるか熊で、この制度のおかげで、なんとか東京に帰ってこられたな。ああ、疲れた。次は東京。ご乗車ありがとうございます。以上、19時間 1121km の楽しい楽しい大阪観光旅は終わり。観光時間よりも、乗車時間の方が12倍長かったんですが、往路の静岡地区と復路の新快速は、ちょっと座席面で厳しいけど、それさえ除けば、結構楽しい18切符旅になるから、ぜひやってみてね。お家帰りたい。終電逃す前に帰りたいから、この動画は終わろう。またね。